新バンド出るということで楽しくやってまいりたいと思いますが、今の曲はオリジナル曲でミスターベスマンという曲でした。ワイルドバーグ随分いろいろ危機がありまして、ベースの人がよくいなくなっちゃうんですけど、去年も観音大生の女の子に手伝ってもらってなんとか活動できまして、で彼女が信州大学の病院に勤務することになりまして、バンドをちょっと続けていけないってことで、今年の4月にやっぱりワイルドバンドもこれで終わりかって思ってたんですけど、唐沢健ちゃんの紹介でちょっと飲みに来いって言われて飲みに行ったら、その前のカントリーカフェのライブで一緒になったことあるんですけど、トメちゃんがいまして、僕弾くよって言ってくれたんで、ワイルドバーグなんとか今年1年乗り切れました。ベース、トメ友明で、ドラムはもう私とは腐れ縁で、MSA の昔やってたバンドで一緒で、今あんなことやってますけど、昔はバンドやってたんですけど、MSA もそこで一番最後に来たドラマが片桐くんで、駒ヶ根の文化会館でなんかやった時に初めて会って、それ以来25年、その後3年くらい何もしてなくて、4年目くらいにワイルドバーグ一緒に始めました。もう25年くらいやってます。片桐幸宏で、私、宮野光義です。平均年齢48歳のワイルドバーグです。よろしくお願いします。